はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ハーゲンダッツから学ぶマーケティング戦略ということでやりたいと思います。まあ、知らない人はいないでしょう、ハーゲンダッツ。はい。で、じゃあハーゲンダッツがなんでこんなにうまくいったのかっていう、まあもちろんいろんな理由がありますが、という話と、じゃあそこから僕たちの日々のマーケティングにどんなことが活かせるだろうかという話をね、ちょっと検証してみようじゃないかと。はい。一応なんかこう、調べたら、なんかなんとなくいろいろ出てくるんだけど、なんかどれもなんか芯食ってるような、芯食ってないような感じなんで、ちょっと俺が独自解釈のものを入れて。まあでもね、あれハーゲンダッツ のブランドマネージャーだった人とちょっと一回話したことがあって。へー。そういう意味では、そんなに嘘ではない。予想も入ってるよね。面白い。し、僕、セミナーでよくハーゲンダッツの事例話すんで、ちなみにプチ情報で言うと、ハーゲンダッツって英語でもオランダ語でもイギリス語でも何語でもないっていう。じゃあ何にも存在しない。存在しない。存在しない。造語。なんかかっこいいっしょみたいな。感じ。デンマークかなんかの言葉をイメージして作っただけの言葉みたいな。じゃあハーゲンダッツですけど、まあ今となったらもう当たり前になっちゃったんで、まあ、あまりにもハーゲンダッツですが、ハーゲンダッツが当時出た時あまりにも違ったわけです、普通のアイスと。え、何が違ったか。ハーゲンダッツといえばどんなイメージ。まあ高い。高い、値段が高い。はい。贅沢。贅沢。まあ美味しい。美味しい。まああとはまあ、あれカップ開けたらこうシール入ってついてるね、はい、はいはい。じゃあもう一個ぐらい。もうない。あ、真ん中ちょっとくぼんでる。ああ、真ん中ちょっとくぼんでね。で、もう今の中に答えが出てる、実は。それまではですね、そのハーゲンダッツが日本で発売されたのがちょっといつか知りませんけど、ちょっと調べるわ。ハーゲンダッツ1984年だって。え、結構最近なんすか。40年前だ。ちなみに1961年にニューヨークで生まれたらしい。それまではですね、こういうカップアイスって誰の食べ物だったかっていうと、子供の食べ物だったんですよ。へえ、そうなんだ。だってさ、そりゃそうじゃん。メイジェステルスーパーキャップみたいな。どう考えても子供ターゲットにしてるしさ。まあ、ピノとかちょっとわかんない。ピノがいつなのかわかんないけど。まあ、とにかくアイスっていうのは、アイスクリーム、アイスキャンデーってぐらいで、当時だからね。子供の食い物だったわけですよ。そうなんだ。ハーゲンダッツがグローバルでどういうマーケティングしてるのかわかんないけど、そこに対して日本におけるハーゲンダッツはどうしたかっていうと、ハーゲンダッツは大人の女性の食べ物だってブランディングしたんです。だから子供がその食べて美味しいんじゃなくて、大人がプチ贅沢するためのものとして出したんですよ。へー。だから値段も高いし、はいはい、味わいもちょっとなんかバニラが濃厚でリッチでみたいな感じになってるしっていう。それがね、すごいうまかったんですよ。へー。でこれつまり何かっていうと、ハーゲンダッツは競合を見誤らなかったんですね。広告とか見てもらったら分かるんだけど、ハーゲンダッツって明確にプレミアムモルツとかをライバル視してるんだよね。へー。夜の大人の女性の贅沢ですから。はいはいはい。ワインとかね。なるほど。生ハムとかですよ、ライバル。あ、なんですよ。っていうことで、アイス市場なんてのは昔から割とこう飽和してるさ、レッドオーシャンだったんだけど、大人の女性の愛、贅沢なアイスっていう、まだガラガラのところに参入して、見事そのポジションを勝ち取ったわけです。で、いろんなメーカーが多分ここの牙城を崩そうとしてるけど、未だちょっといい時に食べるアイスって、ハーゲンダッツを倒したというブランドは出てきてないでしょ。だいたいさ、棚が違えじゃん。確かに。コンビニとか行ったらさ、もうガサってこうなんか取るところはさ、いろんなのあるのにさ、ハーゲンダッツだけなんかハーゲンダッツコーナー、枝豆とかのコーナーあるじゃん。謎のコーナーに置いてあるじゃん。確かに。その時点でもう優遇されとるわけですよ。ハーゲンダッツの成功の秘訣はポジショニングにありということですね。で、これはなんか、まあ、逆張りとも言っていいかな。子供との。そう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 。で、こういうのって意外とあるんですよ。その、今マーケティング戦略悩んでるとか、これから新商品考えようと思った時に、通説が存在しているもの、明確にこの消費者が食べてんなみたいなものに対して逆側のものを考えてみるっていうのは、すごいいいと思ってね。例えば、男性化粧品とかね。化粧ってのは女性がするものだ、に対して、いや、男性もしていいでしょ。なんですよ。その裏には、まあ当然男性も綺麗になりたいとかね。もしくは時代的なこう、あれもあるんだろうけど、あるし、女性用の AGA とかね。今、にわかに来てるわけですけど。とかもそうですし、ダイエット食品、みんな痩せたいの逆で、デブエット食品というか、太れる食べ物とかもあるわけですよ。はいはいはい、いや、もちろん多分本家本物よりマーケットちっちゃいのかもしれないけどね。はい、ちなみにハーゲンダッツはでかいんだけど、めっちゃ。とか、こういう逆張りでうまくいくっていうものはね、まあたくさんあるんですよ。レッドブルもそうだね。レッドブルって、まあ要はエナジードリンク、需要競争ドリンク、リポーディーみたいなものなんだけど、リポーディーみたいなものが今までどうやって売られてたかっていうと、疲れた時頑張る。眠い時に眠くなくなるとかさ、疲れてる時頑張るみたいなさ、こうマイナスをプラスへみたいなことだったわけですよ。だからマイナスを原点に。なるほど。レッドブルって、原点からプラスへみたいな。なるほど。そう。これは元気な時に飲んでもっとギンギンになるものですみたいな。で、エナジードリンクがすごい栄えてると見るやいないや、チルアウトみたいなさ、そのチルドリンクみたいな逆張りのものが出て、っていうことで、世の中ね、意外と逆張り多いんですよ。なるほど。実は。明確に流行っていて、これが今世の中の趨勢だよねっ
ていうものの真逆を考えてみるっていうのは、まあ、逆張りマーケティングとでも呼びましょうか。すごいいいと思いますよ。でちなみにこれはまあ僕らがやってるさ、インサイトを取るための FBI モデルっていうやつがあるんだけど、でも一つの型として言ってます。なんかインサイトを考えるときに悩んだら逆を考えてみるっていう。例えばファブリーズで言うとね、犬とか飼ってる人に最初売りたいと思ってたんだけど、犬猫、犬猫飼ってる人って自分の家臭いと思ってないのよ。お前猫飼ってるでしょ、うん、実家でもう慣れちゃっててさ、確かに臭いという感覚ないでしょ。全くないですね。 むしろいや、そんな思ったことないです。でしょ。だから飼わなかったのよファブリーズ。そっち勢が、そう、もともと犬猫飼ってるやつの家って糞尿で臭いやろっていうノリで、うん、犬猫ユーザーみたいなのを売ろうと思ったけど売れんかったのよ。へえ。じゃあそこから導き出した逆説は何かっていうと、自分の家は臭くないの逆は他人の家は臭いと感じませんかだったんですよ。おー、なるほど。人の家に行った時に匂いに違和感を感じるってあんねん、よく。はい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 、はい、だから他人が来た時にあなたの家臭いと思われてますよってコミュニケーションになった。へー。あなたはいいけど、あなた以外の人は臭いと思いますよっていう、はあ、これがインサイトだったりするわけですけど。へー。なので売れてるものの逆側には逆側なりのインサイトがあるので、うん、そういう感じで売ってみるとかね、もちろんなかなかいいんじゃないか。こういうことで考えると、いろいろ考えられるよね。それこそこの前さ、動画で出したさ、米の話、はい、米のマーケティングの話、あ、これあの勝手に僕が言ってるわけね。とかで、じゃあ米食うのがいつなのかってなった時に、夜がメインだってなったら、じゃあ間食で米食うってどうしたらいいんだろうとか、ね、うん、昼飯じゃない、朝飯で米食わせるにはどうしたらいいんだろうみたいな、うんうん、とか、逆に言うと、じゃあパンが今夜食われないよね。多分普通パン食わないよね、夜だったら。じゃあパンを夜に食べさせるにはどうしたらいいんだろうとか、だから夜こそパン食おうっていうキャンペーンするのはどうだろうとか、まあ、そんなようなことをやってみるっていうのがいいんじゃない。いろんなところで逆張りできるってこと。いろんなところで逆張りできる。そう、例えばなんだろう、だから冬こそアイスとかさ、ハーゲンダッツって言ってるじゃん。確かにそんな気する。あれもまさになんですよ。なるほど、うん、ってやると普通その一般的なさ、要は子供向けのカップアイスみたいなのもさ、マーケットが存在してるし、すごい顕在化してるから、もう多くの人がなだれ込んできててさ、すごい競争になるわけよ、はいはい、じゃなくて割となんかブルーオーシャンを取れるし、うまくいった時にそのマーケットドミナントできて利益率が高いし、まあ、普通よりも多分プレミアムな値段を提供できるし、結構そういうのはあるよね。あ、だから焼肉は集団で食うものなに対する焼肉ライフ、ね、あー、なるほどまあそんな感じだから、お酒が飲めないバーとかもなんか流行ったり、ちょっと今は分かんないけど、してたようなしてなかったということでですね、まあ一つの考え方として、ハーゲンダッツの事例で見て考えてみた逆張りマーケティング、皆さんもぜひ参考にしてみていただいてはいかがでしょうか。じゃあ。